始めました。東京から世界をコンセプトにですね、素晴らしいバンドを、ライブ収録という形で発信する当番組、マイプレイストですね、その第3弾のゲストはジャン・チューです。作詞を元気うるさいそんな感じ言っていいですね。そんな感じ言っていいですね。会社の人に言われたらちょっと恥ずかしいかもしれない。外向けの感じのテンションで。外向けによそ行きテンションで。よそ行きテンションで。営業感覚で。ライブがめっちゃ楽しみだな、これ。そうですね。ありがとうございます。ということで、名前は Q ですよね。はい。アルファベットで QUEE。これなんか名前の意味とかあるんですか？由来みたいな。名前の意味あるかな。大してあんまり意味はないんですけど、ね、なんか IT 用語みたいな感じはなんか全員そう、まあ、全員じゃないけど、まあ、かじってそう、ちょっとみんな IT 系かじってるような仕事やってて、なんか意味ないけどなんかそういうかっこいい言葉選びたいねみたいな IT 系の言葉でさっさりっぱいなそうえ、実際にはどういうのあれずっとかっこいいちょっとわかんないIT 系なんか処理を順番を決める、うん、そう、あーなるほどなるほど、全然わかんないなるほどって言ったわそんな感じそんな感じなるほど、IT 用語ですね。そうですねありがとうございます。そうだ、自己紹介してもらってもどうぞ。はい、ギターボーカルの木村です。よっ、はい、ギターの君です。はい、あ、かぶった。はい、ベースの青木です。よお願いします。はい、ドラムの河原田です。よろしくお願いします。なんかさ、気合入っちゃうよね。気合入っちゃう、なんでやろうね。いつもより声出ちゃう。そう、声張っちゃうから。芸人だ。芸人なんだ。少年が少年で芸人だから。声張らなきゃ。これ完全にコミックバンドになる。大丈夫だ。ちなみにそう、まあ、あのコミックバンドって言いましたけど、曲自体はこうめっちゃこうちゃんとしたこうまとまったというか、ちゃんとした、ね、意外とちゃんと縦がしっかりしてるんですけど、こういわゆるなんですか、こうおしゃれ系というかざっくりまとめてしまうのが、うん、そうですね。なんかあれ、あの世界観ってこう誰がこう作ってるんですか？まあ主にこの2人が曲作ったりしてて、ああそうなんですか。作詞はどっちだ？作詞僕で、で彼が結構曲作ってくれたりして、うまいこと分業して分かれた。そうですね。なんか影響を受けたことはある？ないんだ、ついな、なかなかいないですよね。影響受けたアーティストが見えないです、なかなかいないです。僕は中学校の時とか、結構ゴスペラーズの時に言ってて、あー、なるほど。なんかその後バンド聴くようになって、なんかレゴビッグモールとかとかよく聞いてた。だから結構あれ、歌唱力があるとか、結構歌がこう前にわーって出る感じは。あー、そうなんですけどね。そうですね。あのリズムとかの、その楽器体の作曲は、まあ、でもそれも、うん、まあ、趣味だけど、うん、足だけ、うん、ちなみにアーティストっていうか、アーティスト、なんか、そうね。クルリーとかは言ってましたけど、このバンドって感じで、なんかアンチェインとかは意識して、あーなるほど、あーわかるかも。ギターとかは意識してたけど、初めて後ろ2人で、あ、そうだったんだ。そうやっぱ知らんけど、興味ない。ありがとうございますね、ライブがすごい楽しみですけども、じゃあ次のライブの予定とかってあるんですか？今ライブの予定は特になくて、まあ、こういう時期なんで、うんうん、なんかライブできないなと思ってたら、なんかこれ出てみないみたいな。ライブでみたいな。めっちゃいいじゃんっつって。ありがとうございます。なんかあれですね。そしたらなんかこうね、物物落ち着く前でもなんかね、それライブ配信とかやってみたら、そうですね。そうですね。なんか素敵なバンドですけども、別にコミックバンドじゃないってことは言ってる方がいいですよね。割と真面目なんで。根は真面目なんで。根は真面目なんで。ライブを見ていただければ。そうですね、本当ですね。じゃあということで、早速じゃあ見ていただきましょうか。ということで、はい、はい、じゃあ Q のライブですね、お楽しみください。どうぞ。はい、Q です、よろしくお願いします。
We'll be right back.
こんにちは、Q です。今日はよろしくお願いします。こんな感じでカメラ目線でいいのかな僕たちこういう配信ライブとか初めてやるんですけど、まあ、若干緊張もしつつでもなんかいい感じの照明ですごい楽しんでできてます。はい次の曲やっちゃいます。はい、じゃあちょっと新曲を2曲続けてやりたいと思います。聴いてください。サイダー。足元を救われたままだ。笑い声はなくもあなたさえふざけば寂しくないけど、ファッションブルース淡いシーズン、よくわる歌詞によく似たメロディ、ひねりなどなくも熱を帯びれば心地よくて、知らないこの歓喜の明日はつまらないけど、歯車は興味ないし、このままでも
やばいなんぞない心に足らない気の利くナンバー先の見えないハイウェイのルールゾーンを変えたい知らないこの歓喜の明日はつまらないけどアグバは興味ないしこのままでもいいかな泡の消えた際だ明るさまのチャーリーいつしか吐き出せるかな No!
ございます。今喋ろうと思ったんだけど、こうカメラを意識したらなんか何喋ろうかなって考えちゃったなんかいつもこんな感じで僕たち緩い雰囲気なのか、まあ、なんか練習の時も笑いながらやってて、なんかそういう感じが皆さんに届いたらいいなとか今ちょっと思いました感想ですでね、このスタジオがね、なんかエアコンもついてないし扇風機もついてないからめちゃくちゃ暑くてね、多分ね今日ねめっちゃ痩せるよ俺ら。ちょうどいいかもしれないいやそう、僕もほんと今日が8月10、あ言っていいのかなこういうの、まあいっか、8月15日なんですけど僕が8月9日が誕生日で、でちょうど30歳になりましたと。びっくりだよね本当に。あそうなの、何歳になるの？ 27? やばいね。もうえカズね、何ラダーバー、あーじゃあアマちゃん、アマちゃんだなお前だけアマちゃんだそうそう、僕たちあれだよね、出会ったのが大学の時なんで、そっからもう何9年とか、そうね、長い。なんか気づいたらね、働き始めたりとかね30歳になったりとかねこんな状況下でもっと辛い話しちゃうっていうね。まあなんかそういう時になんか曲とか聴いてもらって楽しんでもらえたらなと思います。次やる曲なんですけど、まだライブで1回ぐらいしかやったことない曲で、はい、ゴーストライターという曲です。差し込んだ窓の隙間、ベッドサイドのマガジン、クランベリー溢れた甘い香りに抱きしめられたまま、エキストラのままでいいから嘘ばかり震えた声で、ナイトパーク吸い込まれたなら染みついた形が変わってく、俺だってもうなんてなくて凝り固まった、真似することだけが生きがいになって、それじゃゴーストライター、夜明けの街に色を灯すように、指の数だけのボンド嫌いじゃない、むしろ捨てたいわけじゃない、耳をくすぐる細胞、錆びついた形も崩してくわ、これだってもなんてなくて凝り固まった、真似することだけが生きがいになって、それじゃゴーストライター、夜明けの街に色を灯すように、
次やる曲がシンセサイザーっていう曲なんですけど、この曲が YouTube にライブ映像が上がってるのかな、上がってたりとか、あと僕たちあの Apple Music とか LINE Music とかもあるのかな、なんかサブスク、あ、 Spotify とかサブスク系のやつで音源何曲か配信していて、次の曲も配信してるのでよかったら見てみてください。はい、じゃあまたどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。 Q でした。口づけと夏の夜のとばり、ひとえに爽やかなものを欲しいものなどないくせに、華やかなイヤリングも君が触れたらもの飛ぼ、浅き夢咲かぬまま外れたシンセサイザー、カウンター越しの夜にありきたりな歌を歌ってる。生ぬるい香りが残るの、ぬくもりなどいらないくせに、華やかな野心数も君が触れたらモノクロボ、長き夢覚めたまま全てシンセサイザー、カウンター越しの夜にありきたりな歌を歌ってる。
た未熟な装い、真夏日に真っ赤なマフラー、漂うタバコの煙めぐる綺麗でした。